カバーヌ作品50はガブリエル・フォーレの楽曲。演奏時間は6から7分。ロベール・ド・モンテスキュー1886年に還元楽曲として作曲され、翌1887年に合唱パートが追加された。詩はロベール・ド・モンテスキューによる。還元楽曲にも合唱曲にも分類されるが、還元楽のみで演奏されることも多い。レクイエムと並び、 ホーレの中期を代表する傑作である。ホーレならではの完備で崇高、清楚な旋律美で知られ、還元楽板な他に、ピアノ編曲や独奏、他にも様々な編曲がなされ、ポピュラーのソロボーカル曲としても歌われている。また、劇不随音楽、マスクとベルガマスクの終曲にも使われている。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、言語部、 根性四部が支障打楽器がなく、金管楽器も、ホルンだけのかなり小規模な編成で、特に楽曲の最初では、室内楽的な響きが特徴的である。ホーレの他の還元楽作品と同様、木管楽器、特にフルートに重点が置かれている。AA 単調、4、4拍子、速度表示は、アレグレットモルトモデラート。大まかには、AB a、BA、コーダの三部形式だが、 詳細には、A, B, A, C, B, A, B 以降だと、論ド的である。弦楽器の分散和音のピッツェカートに乗り、フルートが普天に彩られた、優雅な旋律を奏する。その後に、新たな楽奏を挟みながらも、木管楽器、バイオリン及び合唱によって受け継がれ、確保された後にやや劇的な中間部に入る。中間部では、弦楽器の先方的な加工音形と、対旋律。 感覚器の持続音の上で、ホルンのソロと合唱が絡み合い、異色も前後と鮮やかな対比を見せる。最初にそうされた句を二度繰り返した後に全音ずつ、主音を下げた後、胃腸腸からと、活性を変えた B 部となる。大声が冒頭主題を奏でるが、新たな対戦律が挿入され、決尾は繰り返されている。続く B は、戦律が主張に胃調された上に、 短縮される。コーナーでは、AA の素材が展開され、最後は、管楽器による AA、単調のア音の鳴り響く中、弦楽器のピッチカートで静かに締めくくる。ありがとうございます。